あら、突然こんな風になった。スキル開花では女の子の姿、あーなるほど、開花するとスキル技が使えるようになるのか。思う存分堪能できます。楽しんだ後はアーリンで終了しましょう。これはあ、見るだけか。これ何も体は触れたり、体触れない。R に開花を終える。ってなるとなんでこんな俺を誘ってんの。来た、日向の日向ぼっこ。頑張った方だと思います。なるほど、これで魔法技が使えるのがブロッサムフレア。周囲8マスのモンスターにダメージを与える。さらに自分の HP は50倍以下の場合、威力が2倍。花の形のエネルギー波。なんでこんな技使えんの。それについての言及ないのかな。スキル開花について、温室でスキル開花を行うことで女の子はスキルの習得やレベルアップをすることができる。これ覚えとかんとダメだな。スキルの中にはダンジョンで好きな時に使えるものや覚えてるだけで効果が現れる。なるほど、ジョージね、ジョージ系ね。スキル開花に必要な蜜は低の花。なるほど、だから種まいた方がいいのか。なるほどね。ちょっとこれは庭園についてはちょっと時間かけたいな。暁ひなた、よく次は何だ。これを見るのさ。アイテムがいっぱい。私なりに何ができるか考えてね。ママのおっぱい。アイテムのショップを開くことにしたのさ。ありゃ、金とんの生徒から。これからは冒険に必要なものはここで揃えて。なるほどね、理事長。お代はオメガパワーでいただく。これぞ、ここぞとばかりに。急に商売急に商売してきたな。オメガパワーが必要なんですね。たくさん冒険して集めなきゃ。これあれか、周回しなきゃいけないのかな。他にもオメガパワー次第でいろいろとサービスができるのさ。なるほど、スキル技とアイテムショップね。ここら辺覚えとかんとまずいな。ありがとうございます。1100だもんな、収穫。これで何がもらえるんだ。サフラの種、サフラのなんかめちゃくちゃあるなこれ。サフラの小花見って果実か、果実かいいんだよなこれ、果実でいいんだよな。大果実、サフラの大果実。なんかめちゃくちゃあるんですけど、これお水、天然炭酸水。これあれかな、もしかしたら変えれたりするのかな。ロレッタの種いってみましょうか。ちょっとやってみましょうか。こんな頻繁にさ、あれこれいじくり回すもんじゃないと思うんだけどね。あと5時間。まあ、これはね、あ、水やり。水やらんと。ポイント。あ、お金かかるのか。天然、学園のお水じゃ絶対ダメなんだろう。ただだけど難しいね。まあこれにするか、天然炭酸水とりあえず。まあお金はあれか、ダンジョン行ってまた貯めればいいだろうし。あ、会話できる。これ誰だろう。ママ、さっさと草むしりを終わらせろ。あの子の二人か、またこのバカ二人。本当にグズだな。ごめんなさい、もも、頑張ります。どっちもやばいやつね。ねえ、どっちもやばいやつ。一緒にやれば草むしりも早く終わるね。わあ、ちょっと空気読めないこと言っちゃったなこれ。横から口出しするな。ユユたちには。ユユたちのやり方がある、うん、これはもうちょっと、これは日向が悪いわ。ユユは向こうの花の様子を見て。そういう性癖なんだから、ちゃんと一人で。性癖にマジレスちょっとしちゃいかんわ。でもやっぱり草むしり手伝いよ。いや違うんだな日向。いけません、暁様、これはモモのお仕事です。誰かに手伝わせたなんてバレたら。あ、お姉ちゃんなんだこれ。それって、はい来ました。ないですか。はい来ました。ごめん、何もしない方がいい。いいえ。やばい。やっ
こいつやばいぞ。ですからお手伝いをお願いします。ド M ほど巨乳っていう説、あながち間違いじゃないのかこれは。 D3 パブリッシャー提唱、ね、これ怒られますよ。はい、来ました。ママで、ド S ほどペチャパイっていう。転校生に草むしりを手伝わせたのか。ユユの言いつけを破るとは、いい度胸だな。胸、いい胸だな。今夜は泣いて逃げ出したくなるほど。はい、来ました。きっつい仕置きをくれて。ここの女学園やばいやつばっかりだな。はもう風紀が乱れまくってる。ごめんなさい、ママが悪い子でごめんなさい。本当にそう思ってるのこいつ。待ってよユユさん、手伝いは私が勝手に。いやだからもう皆まで言うな。ひなた。あーこれパートナーになってくれるかなこいつも。またおかげで今夜は楽しい夜になりそうです。今昼なのに、今昼なのにもう夜のこと考えてるこいつ。これパートナーになるかな仲間。あーやっと気づいたか日向。ちょっと今時間飛ばして蜜をね貯めたんだよね。でそれでさ、ちょっとスキル開花させていこうかなというところで、ちょっとやっていこうかな。スキル少数全然わからないんだ。えこれやってみないとじゃわかんねえんだ。ゴージャスコース経験値ボーナス ×5 消費率1500。えちょっと待って、1500でしょ。もう使ったるか、使ったれい。もうあっあーん、ああ体操部。ちょっと待って、これはエロいな。これちょっとびっくりしたわ。動きすっごい怖いけど今。練習見ててね。どういう練習、股を開く練習。体操自体がもうやらしいからな。いいもの見れちゃったね。ちょっと待って、日向よりもレベル上げちゃったんだけど。日向よりもちょっと上げすぎたかも、可能性もある。これちょっと待って、これは日向にもやらせなきゃダメだ。通常コースちょっとやってみるか。通常コースってなんかこう見ると、あーなるほどそういうことか。こう見ると日向寂しいな。あレベル上がって育ち盛り、敵から得られる経験値が少し増える。あええやんけ。ていうかさ、日向はレベル絶対上げないとまずいよな思ったけど。ちょっと待って、いろいろ手に入った。パッシブもあるな。いいもの見つけた。クリティカルでとどめを刺すとアイテムドロップ率獲得アップ。腕力アップ、腕力の基礎値上がる。でティンクルスター、前方1マスの敵にクリティカル攻撃、8ターンの間混乱。うわーこれはちょっと蜜めちゃくちゃ上げんとダメだな。てかさ、単純に面白くならないようなスキル上げないと。ああちょっと待って、これはまずいかもしんない。これはちょっと契約違反になるかもしれない。単純にいけないからだ。自分で言ってんじゃん自分。なかなか可能姉妹、頑張った方だと思う。快楽プレジール、部屋内の味方全員の HP。 あ、見た目に反して意外とこういうサポート系なんだ。ちょっとこっちもやってみます。スキル開花そうに、冒険家日向の伝説。絵が変わった。なるほどね、ピチピチのスパッ。これどういうシチュエーションなんだろう。ジメジメする。何もいないよね。サスペンダーの位置これ明らかおかしいよね。股間の下くぐるってないでしょ。ジメジメする。これはちょっとな、何を考えてるんだ日向。少しでいけそう。あと少しでいけそう。これはいろいろ怪しい。すげえゲームだな。ここが肝だな、このゲームの。多分、ボタニカルブレイズ、花を愛する思いを爆発。部屋内の、モンスターすべてに防御力を無視。強いんじゃない？単純に強くない？っていうかさ、ひなたは強くさせなきゃダメだよな。さあもう一回レベル上げて、折れない心、パッシブスキル。HP が一定以上の時、敵から HP が0になる攻撃を受けた場合、HP1 で攻撃を耐え抜く。なるほど、対抗棒だ。もうちょっと成長させたいな、いろいろ。
ゆかりもう一個レベル上げる。レベル1個上がるたびにあれなんだろう。ちょっとこれ楽しいな。ここだけ楽しいな。無自覚の色気。絶対無自覚じゃない。何をしていなくても自然。おはあ、なるほど。お金が貯まるんだ。何をしてなくてもってどういうこと？何をしてなくても。何をしていなくとも。もう早速お金がないんで冒険するお金が欲しいんで早速ダンジョン潜っていくわ。でね、お金が何もしてなくてもお金が入ってくるっていうこのユリカの特殊能力、ちょっとこれを使っていくわ。任せてちょうだい。パートナーは日向かな。日向にしよう。準備行きましょう。さあ、なんて書いてあった今。ミオを探してって書いてるのか。待って、あ、ナナちゃん。一人じゃ危ないよ。一緒に。ちょっと待って、ここクリアしたら気遣いは不要ですわ。この子仲間にできそう。ライアン一族。これ以上進むのは危険です。今ならまだ間に合いますから引き返しなさい。いいですわね。いいですわね。金本監督みたいな喋り方する。そういうわけにもいかないよね。だよね。あー、でもあれかな、俺ちょっと失敗したかもしれないな。ユリカをサポートキャラにして、どうしてあんなに焦ってたの。俺が日向操作する方が良かったかな。ミオさんでいいのか。秋山ミオ。ミオさんなんてキャラ他にいたっけ。ナーミンとミオミオが一緒にいるとこ。あ、ミオミオってあれか、寡黙な女の子か確か。考えてても仕方ないよ。今はひとまず聖堂を進もう。これ一気に仲間増えるかもな。私もご一緒させてください。この先に青いバラさんがいるかもしれません。でもそうだ、仲間が増えるっていうことは、じゃあ今回は蜜がめちゃくちゃ重要になってくる。その分だけ蜜貯めないと。もう蜜貯めるゲームだから。だってさ、蜜貯めないとスキル何にも持ってないさ、ただのゴミキャラだからね。何にも楽しない、楽しめないもん。このゲームの見どころ、あ、さっきこれを見つけたんだ。いきなり仲間がいた。冒険の役に立つから。500おっぱい。いきなりお金くれた。一緒に行きたいな。いやー、拒否。悪いがこのゲーム2人用なんだ。うん、見た目ちょっと可愛い。てか待てよ、こんなのなんか2ちゃんのキャラにいないか。まあとりあえずちょっとさすがにレベル上げないとまずいかな。これこのままもう行くのはまずいよな。ちょっとこれやばいな。左にめっちゃ気持ち悪いやついるし。ちょっと待って、左めっちゃキモいやついる。これどうする。日向なんか超技使ってくんねえか。デスボール。あれはなんだ、柵が崩壊したキャベツか今の。木のパン、血のパンみたいな。なるほど、倒した後になんかこういう厄介なことしてくるのか。幻覚状、なんかビリビリってしてるマスあるね。あれ踏んだらビリビリすんだろうな。うわー、ちょっと気持ち悪くなって、世界観がちょっと気持ち悪くなってきましたね。ミュータント無表情に見つめている。何をしてくるわけでもない。戦士のブラ、そればっかりだな。来た、倒しちゃいけないやつ。でも攻撃してくんだもんな。ならもう倒さざるを得ないよな。時間差で破裂するこの演出やめてくんね。時間かかるから。やべ、ラリってる。日向ラリった。やば、ちょ待って、強そうなやつがいる。驚くほど強そうなやつがいる。死神は大抵どのゲームも最強だろう。そうでもなかった、そうでもなかったわ。てかむしろ全然だった。なんであの見かけ倒し。ちょっと待って、刀が落ちてある。ちょっと取ってみっか。刀プライチか。うん、これはいいか。あ、ユリカ上がる。よし、レベル3か。まあいいや。ミオ、うん、モンスターハウスかなこれ。やっぱあるよね、モンスタールームっていうんだ。モンスターハウスではなく、なるほど、こっちではモンスタールームね。まあモンスタールームについての説明はいいけども、これを解決する手段を私は持ち歩いていない。
味方隊の HP は50回復。これでなんとかゴリ押しできるか。割ときつい状況ですが、物攻アップ薬っていうのがある。5ターンの間物理ダメージ倍。もうこれでなんとかゴリ押していくしかねえな。もう絶好調ね。一撃死よし。一撃死。あ、ヒナトなんかやった。ブロッサムフレア。全然減らないやん。弱っ。ちょっとこれ数多すぎないか。物理攻撃力戻っちゃった。ちょっと待って、一回下がって二人で殴ろう。二人で一つ一つをしっかり。いやでもな、気持ち悪い。4体倒せるかこれ。あ、逃げてた。あれあれ、逃げるふりしてまた帰ってきた。炎の本か。ミュータントがどういう存在なのかがよくわからないんですよね。ちょっとわからないんですよ、存じ上げません。なんかサビサビの技とか使ってきたらマジムカつくけどな。武器錆びらせるようなやつ、あれほんと嫌だからさ。囲まれてます。ミートボール、緑のミートボール。そいつ気をつけろ。強いかもしれ、強そうだな。やっぱりナイスナイス。あ、間違った。なんか切る方間違った。ひなた腕力が1下がった。なんでだ。ああ、そういう技を使ってくるのか向こうが。なんかあれだね、まだそんな難しいあのダンジョンでもないから、割とゴリ押しできるっていう。ん、えボスっすか。えまだ5回っすよね。てっきり7フロアでボス来るのか。えちょっとこれも想定外ですね。ちょっとどうしよっか。何強い、何効くかな。雷の方やってみっか。今でよし。機械っぽい見た目のやつはそういう感じだろう。わー、結構食らうな。ひなたシューなよ。なんかすごくメルヘンチック。ラストメルヘンチック。シードピックっていうんだ。シードピック。やばい、強そう。あれ、ちょっとこれ油断ならねえ。眠り薬一発ちょっと使わせとくか。念には念を。でプレジールいいでしょ。あ、木の矢で撃つか、遠くから。あ、これで普通に倒せるな。木の矢とか強いな、このゲーム。投擲系強いな、このゲーム。さあ B6 何もなかった。 B7、 あ、もう終わりだ。でも5回でボスはちょっとびっくりしたな。ソーマだけのようです。あ、来た。銀河万丈。花の香りがする。お花、あ、もしかして青いバラさんがここに。あら、え、これが青いバラ。え、なになに、誰。どう見ても緑だよね。の生徒、グリーン姉さん、ね、でもどこかで見たことある。どこかで見たことがある。この方の姿、庭園にある精霊様の像に。なるほど、精霊様の像を俺ははっきり見てないから全然ピンとこない。あなたはごめんなさい。あ、起きた。驚かせてしまったようですね。めっちゃ赤いじゃん、充血してる。初めまして、私は風化の精霊。風化の精霊。この聖堂を守護するものです。この聖堂では今異変が。さあ説明してくれますよ。今まで見たことがないほどの強大な魔物が出現しているのです。早々に立ち去った方が良いでしょう。私は守護者として原因を調べます。これあれかな、風のクリスタルとかそういう感じの。完全にチョコボのダンジョン。お待ちください。炎の守護者みたいなあったよな。この聖堂にはもう一人学園の生徒が。ああ、そう、ミオさん。ミオさんパートナーにしたいな。強そう。その子がどこにいるか。ごめんなさい、今の私の力では。あ、日向さん見てください。先ほど拾った花びらが輝いています。その花びら見せてくれないところは日本一ソフトウェアとちょっと共通点あるね。じゃんけんを持っている。 D3 パブリッシャーでもなぜか D3 パブリッシャーならなんか許せる気がする。このじゃんけん花びら、それを持っているのなら
あなたに運がいい、ご褒美をあげないといけません。思いもよらぬ出来事。なんでついてるね、ひなち。ご褒美だって。なんだ、お金か。お金くれよ金以外認めねえぞ。え、でもそのためには私と勝負をしてもらわなくてはなりません。うん、ねえな、おい。へえ、精霊様と勝負か。ポジティブ、ポジティブどういう戦い方か分かんないんだよ。より多くのご褒美を、先に首を取った方の勝ちとか言われるかもしれないんだよ。よーし、それでじゃんけん勝負よ。あら、精霊界で流行ってんのかな今。最近じゃんけん知ったって感じかな。精霊様もじゃんけん、頑張って。これどうすんだ、これ俺がやんのか。行ってくる。うん、何このアイキャッチ。あ、来た。あ、LR じゃんけんの手の順位作ってみましょう。 LR ん、L、え、 LR 順位は分かんねえ。え、ああー、なるほど。L と R、 内にやるとグーで、上下ならチョキで、外側パー。ちょっとこれ忘れるよ、忘れる、絶対忘れる、絶対忘れる。これどっちが勝つかしら。じゃんけんチョキ、はい。後出しじゃん、こんなん。マジでムカつくわ、マジでムカつくんだけど。これ精霊のインチキじゃん、これ発動した。